はい、皆さん、こんにちは。本日はこちらの時系会医科大学の問題を扱います。概要欄に問題と回答の PDF 貼り付けておきますので、がっつり勉強したい人は問題を解いてから解説を聞くようにしてください。はい、今回は図形に関する問題で、最終的に BC 分の BH 求めてくださいという問題となっています。BC は5と分かっていますので、実質 BH を求めてあげれば答えという形となってくるんですが、はい、問題の状況、図していくとこのような形。はい、BH を求めていきたいんですけど、はい BH、少し中途半端な位置にあるので、 点 a から下ろした垂線の足 d として。はい b h を b d と d h 分割して考えていこうと思います。はい、まず b d に関して言うと。はい、全体の三角形、三角形 a b c に関して、余弦定理をかけてあげれば。はい、コサインシータ、ここのコサインは求めることができるので。はい。三角形 a b d に注目し、してあげれば、はい。コサインシータを使って b d。求めることができそうです。はい、残りの d h に関して言うと。はい。b c の中点を m とすれば、三角形 b h m と三角形 a d m。 こちらが相似という形となり、重心の性質から AG 対 GM、こちら2対1という形となるので、はい、DH 対 HM、はい、こちらも2対1ということで、比率を使ってあげると、DH、長さが見えてきそうというような方針のもと、計算していこうと思います。はい、ということで、まず BD なんですけれども、はい、全体の三角形に関して、はい、予言定理を使ってあげると、コサインシーター8分の1で出てくるよと。はい、直角三角形 ABD に注目してあげると、はい。 AB 分の BD こちらがコサインシータ θ となりますので BD は a b コサインシータ θ で1 2分の1はい続きまして残りの DH ですけれども、はい、三角形 ADM と三角形 GHM こちらが相似であり、はい、重心の性質から、はい、AG 対 GM2 対1なので DH 対 HM も2対1はいつまり DH というのは、はいえー、3分の2倍の DM という形となって、はい、DM は何かっていうと、はい、M が中点ですからはい BD m が2分の5、はい、b、D、は先ほど2分の1と出してますので、はい、2分の5引く2分の1。こちらが DM の長さという形となります。はい、それを3分の2倍してあげると DH ということで、はい、DH の長さ3分の4。はい、ということで、BH は、BD と DH 足してあげると、6分の11という形となるので、求めたい値は分数取ってあげて、30分の11。はい、こちらが答え。 と、はい、ということで今回、図形に関して処理をしてみましたけれども、はいえー、D で分割してあげて、左と右、はい、それぞれ予言定理、比率で求めるというような流れで解いてみました。はいえー、その他、えー、とベクトルを利用したり、座標設定をしたりなんかしても求めることができるので、はい、興味ある方はぜひいろんな解法でチャレンジしてみてください。はい、それでは本日以上です。はい、次回ですけれども、こちら、北里大学の問題を使います。 概要欄に問題の PDF 貼り付けておきますのでもしよかったら問題を解いて次の動画待つようにしてください。はははい、いそれでで本日は以上す。す。ありがとうございます